こんにちは、ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。今回はホテルのメンバーシップが NFT で販売されているノットアホテルというホテルについてですね、今回この動画でいろいろと情報をシェアさせていただきたいなと思います。私が8月1日に CEO の浜内さんだったり、ノットアホテル の、 そのトークイベントがあったんですけれども、そこに参加をさせていただきました。そこで得られた情報だったり、そのノットアホテルってどんなとこなのとかっていう情報をですね、今回この動画でお送りをさせていただきます。なんといっても私のプロフィールにあるように、私世界2周一人旅をするほど旅好きです。本当に旅好きです。で、私の中の日本のホテルナンバーワンは、今のところナンバーワンですよ、今のところナンバーワンは鹿児島の霧島にある天空の森というホテルが私の中のナンバーワンとなっております。なので、ノットアホテルのまだ完成はしていないんですけれども、この建築の、画像だったりっていうのを見させていただいて、もしかしたらそこを超えてくるんじゃないかなっていう思うぐらいのものが発表されているので、本当にドキドキワクワクしております。で、今回のこの動画の流れをご説明させていただきたいなと思います。まず1、ノットアホテルとは。2、 NFT についての詳細に関して。3、私が疑問に思って直接カスタマーサポートとに問い合わせをして、そこで私が質問した内容だったり得られた回答で、4、 NFT 抽選会についての詳細を今回この流れで動画をお送りさせていただきます。いつも皆様ご視聴いただき本当にありがとうございます。このゆるふわ仮想通貨チャンネルでは、初心者の方にでも分かりやすいように仮想通貨に関する情報を配信させていただいております。チャンネル登録がまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。また最近なんですけれども、ゆるふわ仮想通貨チャンネル LINE をスタートさせました。はい、ぜひ LINE の方からオープンチャットに行けますので、オープンチャットでゆるふわ仮想通貨チャンネルのメンバーといろいろトークをしております。そこでですね、やっぱりこう一人では拾えきれない情報だったり、情報ってこうシェアすることで広がっていくと思うので、そこで皆様と情報をシェアさせていただいております。本当メンバーの方がですね、本当に貴重な情報をいろいろ提供してくださるので、本当にそんなの知らなかったという情報をゆるふわ仮想通貨チャンネルのメンバーの方がですね、いろいろ共有してくださっております。ぜひご参加ください。で、ツイッター、インスタグラム、ちょっと TikTok バンされそうですけど、 TikTok 各種 SNS やっております。ぜひそちらの方もフォローいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。それではレッツゴー。こちらがノットアホテルの公式サイトになります。毎年変わる旅先ということで、メンバーシップ NFT のお持ちの方はエアドロップされるザキーですね、で届いた瞬間に旅先がランダムに決まるということで、日程に関しては全くランダムに決まります。で、旅先も宿泊する施設もランダムに決まるものとなっています。で、ここに関しては浜内さんは、特別なこのノットアホテルに携わることで特別な日が1日増えるという、新しいアイディアを持っていただけるといいなーっておっしゃっておりました。こちらが浜内さんのノートになっていてですね、僕がノットアホテルを始めた本当の理由ということで、思いがすごくしっかりと書かれております。で、ノットアホテルとは何かということで、自宅にも別荘にも、時にはホテルにもなる全く新しい暮らしの拠点です。世界中にあなたの家をという世界観で作られています。ノットアホテルを作って自分の家が世界中にある状態が作られたら素敵だなぁと思っていますとのことです。で、自分で利用しながら楽しめる第三の資産。ノットアホテルはホテルの利用券だけを販売しているのではありません。資産を保有することになるので、通常の不動産販売のように売買することも可能となっております。買った時と同じ価格で売れたとすれば、それまで楽しんだホテル料金は無料になるという考えですね。で、ここに書かれている通り、もちろん値崩れのリスクは全ての不動産に起こり得ますと。僕たちができることは、
流通しやすいセカンダリーマーケットプレイスを作ることと、著名な建築家の作品が資産になるという新しい価値を作ることかなと思っています、ということですね。ここのセカンダリーマーケットプレイスというのは、例えばまあオープンシーだったりというのが思いつくかなと思うんですけれども、こういうところで二次流通を作ることをですね、 NFT なので本当にオープンシーで実際に売ることも可能となっております。建築とテクノロジーが好きな人に届けたいということで、最先端の新しい豊かさですね、そこを理解してくださる方にまず最初にオーナーになっていただきたいのです、となっています。本当に後でもですね、概要欄の方にこちらのノットアホテルの公式サイト URL 貼らせていただきますけれども、そちらでも確認いただきたいんですけども、本当にどんな建物も素晴らしいです。その土地に合ったスタイルをしている建築物が建てられる予定となっております。現在ですね、まだ一つも完成はしていません。現在完成しているエリアとなるとですね、宮崎のこれから8月に完成予定であるところは、一部カフェエリアのみが完成がされています。ホテルとして完成されている施設はまだ一つもありません。今年の8月の末、そして9月の末には那須のところのホテルが完成予定となっております。で、ここからですね、ちょっとホテル見ていきましょう。せっかくなので、この青島ですね、ここが多分一番早く出来上がる箇所となっておりますね。ここの一部カフェエリアのみが完成している状況となっております。めちゃくちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいい、こう非現実的な感じと、その宮崎の海の目の前、土地がですね、宮崎の海の目の前にあるんですけれども、すごい素晴らしいです。この海と共存している感じがとても素晴らしいなと思います。こちら青島ガーデンもありますね。いや、こちらも素晴らしいな。こう海外バリとかそういうところにあるかのような、まあ、あたかもロサンゼルスとかにもありそうな建物の作りになっていますね。で、これから、青島はもちろんなんですけれども、那須、福岡、北軽井沢、石垣、みなかみと、まあ、いろんな施設が作られる予定となっております。これが2025年までにですね。で、先日この石垣のアースというものが発表されました。これがめちゃくちゃかっこいいです。なんていうんですかね、緑の中にあるホテル、そして目の前が海という、建物自体がガーデン、建物自体がなんていうんですかね、美術館のような感じになっていて、とっても素敵です。こちらもですね、詳細概要欄からもうちょっと詳しく見てください。で、2 NFT の詳細について、で、第1期販売はソールドアウトしております。これから購入を検討される方はウェイティングリストに登録するというところでですね、登録をしてください。こちらになりますね、フォームになっているので、こちらを入力して応募してみてください。偶然を旅する日に変えよう。で、こちらがメンバーシップのカードとなっております。有効期限は47年間となっています。で、こちらの NFT の鍵が宿泊する3ヶ月前に届きます。で、旅先の部屋もランダムということなので、なんていうんですかね、くじ引きみたいなイメージをお持ちいただければなと思います。今後全国に広がっていくとなっているので、まずはじめに宮崎と那須が今年の8月の末と9月末に完成する予定となっています。 NFT は利用するだけでなく、先ほどもお伝えしたようにセカンダリーマーケットで売却することも可能となっています。ちなみにオープンシーで売った場合なんです、オープンシーの手数料と乗ったホテルの手数料合わせて、オープンシーもともと 2.5% なんですけども、そこに、乗ったホテルの手数料かな、 7.5% が追加されて、トータルでオープンシーで売る場合は 10% の手数料がかかります。はい、ここもちょっと注意してください。
はい、ここに書いてありますね。旅をする日の3ヶ月前に乗ったホテルから鍵の NFT が届きますと。その年に泊まれるハウスはランダムになっており、キーが届くまでどのハウスに泊まれるかは分かりませんとなっております。で、今今年にこの NFT を購入できた方はですね、来年の1月からスタートがします。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。で、ここのメンバーシップを持っていることでですね、また違うこのレストランだったりというのもサービスも使えるみたいですね。いろんな施設用意していますとなっているので、で、例えばなんですけども、この広尾すごいですよ。これ見てびっくり。なんと千畝さんです。予約、本当に予約の取れない大人気の千畝さんなんですよ。私もびっくりしましたね、これ見た時に。まあ、このノットンホテルの提携先なのか何なのかちょっと詳しくは私もまだ分かってはいないんですけれども、メンバーシップを持っていることで、何らかの特典が得られるんじゃないかなという。はい、浅草のレストランもめちゃくちゃかっこいいですね。かっこいい。で、こちらも有名な東泉閣東京というレストランになっています。こういったところも NFT のメンバーシップを持っていることで何らかの特典が得られるということです。いや、素晴らしいよな。なので、そのホテルを1年間の中で一泊利用するという特典ももちろんなんですけれども、 NFT を持っていることで、こうレストラン、本当に予約の取れないようなレストランのメンバーの特典が使えたりですとか、いろんな特典があるみたいです。イベントも開催されるということで、選べる2つのメンバーシップということで、気軽に一泊から楽しめるメンバーシップ S と3連泊が可能なメンバーシップ X があります。あ、ここに書かれてますね。メンバーシップ X は3泊同じハウスを連続して泊まれるだけでなく、全国のエクスクルージブハウスの利用が可能ですと。かっこ有料ということですね。先ほどお伝えしたあのレストランの内容だったりというのが、メンバーシップ X のステータスを持っていれば利用が可能ということですね。で、1年間に1泊であればイベントの参加はできるみたいですね。で、 How to use ということで使い方が掲載されております。こちら後で詳しく見ていただければなと思います。で、会社の設立が2020年4月で、ノットワホテルレストランが2022年5月。こちらですね、今いるのが2022年8月、メンバーシップ販売開始となっています。で、10月にキーがエアドロップが開始がされます。で、あれ、青島がロードマップだと10月になってますね。完成、オープンが10月なのかな。ホテル自体の完成は8月末とカスタマーサポートの方がおっしゃっていました。第3、私が疑問に思ったことでカスタマーサポートに確認したことですね。まあ、私が疑問に思っているくらいなので、結構皆様も疑問に思っていることなんじゃないかなと思うんですけれども、まず1、 OTA サイトへの掲載をするのか、今後する予定があるのかというのを確認しました。 OTA サイトというのはですね、まあ、一休だったり、ジャラン、リラックスだったり、いろんな楽天トラベルとかあるんですけれども、そういうところを OTA サイトと言います。そこに関してやっぱりその不動産として持っているので、そういったところにこうあんまり掲載をされると価値が下がってしまうんじゃないかなと思ったんですけれども、掲載の予定はありますと。時期に関しては未定とおっしゃっていました。で、掲載する一泊あたりの価格帯は約20万円からを予定しているとの回答でした。で、2、一泊あたりの計算ですね。今回はメンバーシップ S で計算をさせていただきます。これが47年間保有ができるということなので、割る47をするとですね、約一泊あたり 2.7 万円、2万7000円の価値に相当します。なので1年間に1回、まあ、47年間保有し続けたとしてですね、2万7000円で
ノットアホテルを楽しめるというのは、まあ、比較的リーズナブルなんじゃないかなと思います。で、ここの一泊あたりに関しては食事などは含まれません。食事はありません。あと、まあ、もちろん交通費も含まれていません。で、3、現在のホテルの完成予定についてということで、8月の末に宮崎の青島、9月の末に那須が完成予定になっています。オープン予定とはまたちょっと違いますね。ホテル自体の完成は、ここを予定しています。で、オープンに関しては多分先ほどロードマップにあった、まあ、1ヶ月ずれ2ヶ月ずれぐらいにはなっています。で、いつから宿泊可能なのということですね。来年2023年の1月から宿泊が可能となります。まあ、これも多分まず宮崎と那須、完成しているホテルからになるので宮崎もしくは那須になると思います。で、5番目、管理費メンテナンス費に関して、まあ、追加でこの、まあ、メンバーシップ S125 万円を購入したとしても、まあ、年間でかかってくる管理費やメンテナンス費があるのかどうかということですね。ここに関してはないという回答でした。例えば海外であれば不動産を所有していると共益費、メンテナンス費みたいな感じで1ヶ月に、まあ、保有しているスクエアアートフィーによるんですけれども、だいたい20万円前後くらい持っていかれるんですね。そうなると元もこうもないというか、もうめちゃくちゃ高いじゃないですか。そういった不安もあったので、私はこの管理費やメンテナンス費に関しての質問をさせていただきました。そういった費用は全くないという回答を得られました。5、倒産した時ってどうなるんだろうってすごく不安な方多いと思います。で、ハマウズさんがこちらに回答をされていました。倒産に備えて売上の半分を供託する予定としているということを発言されていました。まあ、こういったちゃんとそのメンバーシップを獲得した方だったりとか、まあ、ノットホテルに携わってくれた、こう投資してくれた方に関してちゃんとそういったところも考えてくださってるんだなという思いがとても嬉しいなと思いました。またここは予定ではなく確定していないことなので、これからまた公式から、まあ、こう売上金半分の供託をすることが決定いたしましたとか、何かしらの発表があると思います。ぜひツイッターや公式ホームページの方で随時発表されると思うので、ぜひチェックしてみてください。私もツイッターの方で気づいた時にはちゃんと発信をさせていただきますので、ぜひ私のツイッターも確認いただけるととても嬉しいです。で、今回ハマウズさんのお話を聞かせていただいて、何点か、ああそうなんだ、そういう思いがあるんだとか、あ、こういうことあるんだねって思ったことが多々ありました。今ちょっとここの場で共有をさせていただきます。まずこの NFT、 なんで NFT にしようかと思ったところ点ということですね。ビットフライヤーに携わっていた方が運営メンバーに追加がされておりまして、4月にこのビットフライヤーの方々とこう話をしているときに、ノットアホテルって NFT の技術使えるじゃんみたいな、 NFT として技術として NFT すごく合ってると思うよっていうお話になったみたいなんですね。そこからその4月からですね、今販売されたのが8月の1日とかなので、1日とか2日か、すごいスピード感だなって思いました。本当にこういいなと思ったものには全力でスピーディーに物事を進めていく、こういった会社さんなんだなっていうのを強く感じました。ハマウズさんがサウナがとてもお好きということで、各ホテルにこだわりのサウナを設けている、まあ、もう設けているっていうか、まだ作られてはいないんですけれども、設けるような設定に設計か設けるような設計になっているとお話をされていました。またホテルによるんですけれども、車はテスラを用意しているとのことです。フィテイブというホテルではペットが OK ということです。ペット仕様のお部屋の作りになっていました。ここは多分まだ未公開のホテルではあってですね、前回私が8月の1日に参加をさせていただいたイベントでは、その中で資料をお見せいただきました。なので、すごく気になる方ですね。アマやっていたりですとか、こういうトークイベント開催していますので、ぜひ、
まあ、タイミングが合えばですね、ご参加いただけると、よりこのノットアホテルに関することだったりとか、 CEO の浜渦さんの思いだったりとかっていうのを直接聞けるチャンスとなっていますので、ぜひご参加いただければいいかなと思います。で、またチェックインは3時、チェックアウトは11時となっていると設定するということですね。4、8月の5日まで行われている販売開始記念キャンペーン NFT プレゼントについての詳細をお話しさせていただきたいなと思います。こちらが、締め切りが2022年5、8月の5日23時59分までとなっております。このページのハウスロードマップからお好きなハウスを選び、ハッシュタグノットアホテルライフをつけてツイッターでシェアしてください。抽選で1名様にメンバーシップ NFTS ですね、これは125万円相当プレゼントいたします。ということで、めちゃくちゃ大きくないですか、これ無料でキャンペーンに参加ができます。で、これをクリックいただくとですね、このページに飛ぶので、ここのどのホテルに泊まりたいかっていうのをクリックいただいて、まあ、ツイッターの方でタグ付けをして、そうですね、ハッシュタグをつけて応募するだけです。とても簡単です。ぜひ興味がある方ですね、もしかしたら無料でこのメンバーシップ S を獲得できるチャンスとなっておりますので、ぜひ応募してみてください。私も応募します。いや、素晴らしいよな。8月の4日12時に公開予定のホテルもありますので、本当にこれから、続々といろんな情報が公開されていくので、これからも目が離せないノットホテルとなっております。今回はホテルのメンバーシップが NFT で販売されているノットホテルについて情報をシェアさせていただきました。いかがだったでしょうか。本当に8月の1日にイベントに参加させていただいたことで、ノットアホテルって本当に素晴らしいホテルだなという、まあ、本当に感じます。ぜひみんなでシェアさせてもらいたいなと思って動画を作成いたしました。で、何回もお伝えしているんですけれども、私一人旅、世界2周一人旅をするほどの旅好きです。本当に旅好きなんですね。日本も本当に沖縄から北海道までいろんなところに行きます。本当にいろんなところに行って、冒頭でもお伝えをさせていただいたんですけれども、私のナンバーワン、今のところの日本のホテルナンバーワンは鹿児島県霧島市にある天空の森となっております。そこをもしかしたら乗ったホテルが超えてくるんじゃないかと期待しております。今回も 100% はお伝えができていないので、ぜひ詳細に関してはですね、概要欄の方に載せさせていただいております。ぜひそちらをチェックいただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。まあ、LINE だったり、まあ、Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のコメントですね、些細なこともコメントいただけるととても励みになります。よろしくお願いします。はい、皆さん本当に暑い猛暑が続いておりますので、ぜひ体調管理には気をつけてお過ごしください。今回もご視聴いただきありがとうございました。